おじさんです今回は視覚の初期処理に関わる神経基盤を取り上げていきます私たちは外に広がる世界があってその中で事故が存在していると感じていますしかし実際には視覚の場合にはが異界から網膜に投影された光エネルギーを電気信号に変換し 網膜から大脳の高次視覚皮質までの神経系の処理によって構築された知覚世界を体験していますつまり外の世界の情報を感覚器官で入力した後脳で処理して知覚世界を作っていますこの過程の結果として私たちに意識されるものを知覚と呼びます 点が一つに決まれば外界がどのように投影されるかが決まりますこの過程を純光学と言いますこの投影過程で失われる情報のうち顕著なものが三次元性です外界は広がりに加えて奥行きのある三次元空間ですが網膜は二次元です例えば一つの円が網膜像に与えられたとき それはが異界のどのような三次元物体に対応するでしょうかコインのような薄い円形の物体かもしれませんしボールのようなものかもしれませんはたまたラクビーボールをある視点から見る状況かもしれませんし円錐や円柱かもしれません可能性のある解は無限にありますしかし知覚のための処理過程は元のが異界情報に比べてはるかに限定され わずかな情報しかない網膜像からが異界に対応するような知覚世界を構築する必要がありますデビッド・マーはこの問題を視覚の計算理論として定式化していますマーは視覚の目的を三次元情報の構築として純光学とは逆向きの推論である逆光学としての視覚処理を数学的な不良設定問題としています 不良設定問題とは解が1位に特定できない問題ですこれを解く方法は入力されたデータにはなくても解を1つに限定するような何らかの情報を追加することですこれを一般に計算制約条件と言います四角に限定すると、 現実世界でありえそうな制約条件が用いられます。これを自然制約条件と言います。少し難しそうですが、常識のような過程です。例えば、物体は形が変わらないとか、物体の奥行きは滑らかとか、光は上から当たって影が下に浮かぶとかいったことです。目の前のコップを固体で、触っても液体に変化しないと認識できたり、 このコップはこの形状からして円柱状だろうから、手の形を丸く合わせればつかめるだろうな、と限られた視覚情報から答えを出すことができるわけです。視覚理論は議論され続け進化しています。ポッジオは逆光学のアルゴリズムと制約条件の計算を含む知覚理論を提案し、 近年では自然制約条件を確率的に扱うベーズ推定としての知覚理論もあります。ある網膜像が与えられた時にその網膜像が生じ得る3次元世界の中から最も確率の高いものを選択することを定式化し確率的定量的に表現することを可能にしています。マーが指摘した概念の一つに処理段階に合わせた適切な表現があります。 視覚処理は網膜像から始まりますが一度分解され再構築されて認識されます階層的な処理の中でその時々に適切な表現が点の強度線不連続点面の傾き運動の流れなどが構築され利用されます視覚は網膜像の単なるコピーではなく最もらしい解釈の一つにしかすぎません 何を言っているのかわからねえと思うが俺も何をされたのかわからなかったということが頭の中で起こっているのですこのことを示す現象はさまざまにありますがそれらに共通する性質は「知覚の恒常性」という言葉で語られています。知覚覚の向上性とは入力される感覚情報が変化しても その入力情報の変化は、知覚対象そのものが変化したために生じたのだという強い証拠が得られない限り、知覚対象を同じものとして見続ける性質です。例えば、明るさの恒常性は、白い髪が明るい部屋でも暗い部屋でも同じ白という明るさに知覚されることです。こちら、横浜を代表する中華料理店玉泉亭の天津飯です。 皿は白色です。皆さんが安楽の天津飯の皿を見るとき明るい部屋でも暗い部屋でも白に見えるのではないでしょうか実際には暗くすると黒っぽくなります明るい部屋と暗い部屋では同じ皿からの反射光量は大きく変化しますが皿以外の周囲のものからの反射光量も変化します四角形はそれらの変化を照明光量の変化に帰属させ さらそのものの反射率が変わったわけではないと解釈します。色の向上性、大きさの向上性、位置の向上性などさまざまなものがあり、私たちの知覚の基本特性として働いています。キーワードは不良設定問題です。 色の恒常性は、照明光の色が変わっても、同じ物体は安定して同じ色として知覚される現象です。マツコの知らない世界で取り上げられた、横浜駅の玉泉邸の安楽の天津飯に青いフィルタや赤いフィルターをかけても、卵の色は黄色と感じられます。フィルターをかけた場合の色は、黄色ではありませんが、黄色と知覚されるわけです。 玉泉亭は横浜名物サンマーメンの発祥の店と言われているそうです。大きさの恒常性は物体までの距離変化にかかわらず大きさが一定に見える現象です。2枚の写真があります。羊や人物にそれぞれアルファベットが振っています。 それぞれの写真の同じアルファベットのものは同じ大きさなのですが、手前の方が小さく、奥の方は大きく見えるのではないでしょうか。一般的に遠ければ遠いほど大きさは小さく見えますが、それを自然な大きさに見えるよう補正しているのです。この錯覚を回路錯視と言います。 おなじみミュラーリアー作詞は大きさの恒常性が働いた結果線分の長さの見積もりが変わることが原因という説があります。グレゴリーによると角のない曲線の住居に住むズールー族にはミュラーリアー作詞は生じないようです。日常的な体験の積み重ねが恒常性自然制約条件を作っているのでしょう。 視覚はノイズや外乱の影響を受けやすい生の感覚入力から、より安定した、普遍的な外界の特徴を抽出して、私たちの意識や行動にとって利用しやすくする性質を持っているとも考えられます。網膜に映る情報はかなり欠落しています。その情報処理の過程と脳内基盤について次から見ていきましょう。 私たちが体験する視覚世界は非常に安定しています。明るくても暗くても、ものの輪郭ははっきりわかりますし、動きながらでもそれほどぶれることなく当たりを見渡すことができます。この体験は、目に映る情報そのものだと思いそうですが、そうでもありません。人間の目は水晶のような構造のため、上下左右が反転して網膜に投影されます。 さらに A の写真のように血管が張り巡らされ視神経のない盲点には光が入らず視野中央の中心下以外は解像度が低くぼやけています不足した情報を補うため多様な方法を使って B の写真のような視覚世界を作っているのですこの体験は ノイズや外乱の影響を受けやすい性の感覚入力からより安定した普遍的な外界の特徴を抽出して加工することで実現していますこの加工作業は目の神経細胞から始まり感能の外側膝状態、初期視覚や視覚前の側頭用や頭頂用といった複数の領域が行われます 目かかららへの投射経路から見ていきましょう。眼球には水晶体と呼ばれる柔らかいレンズ構造があり毛様体筋の力でその厚みを変化させて自動的に焦点調整を行いますレンズのすぐ前には光を遮るための色素が分布する光彩がありその伸縮で銅孔のサイズを変化させて光が入る量を調節します 対象が結像される面には光センサーである子細胞がびっちりと分布した網膜が存在します。感度と子細胞の数は場所によって異なり、黄斑中心部分である中心下の感度が最も高くなっています。そのような感度の不均一さにもかかわらず、私たちは歪みのない視覚世界を体験しています。網膜で捉えられた光信号は、 網膜内神経回路で高度な情報処理を経た後に脳に送られさらに脳での多様な処理を得て初めて映像として認識されますこちらは網膜の辺りを拡大して細部の構造を見たものです網膜は大脳に見られる層構造と同じ構造を持っています 取り込んだ情報を的確ににに処理理すするために必要な細胞が合理的に配置されています網膜の外表面から神経節細胞双極細胞子細胞が直列に配置され水平細胞や甘クリン細胞が横切る形で配置されていますそして子細胞の先端部は真っ黒な色素上皮層に包まれた形になっています 網膜に入った光は神経節細胞層内下流層双極細胞層外下粒層視細胞の細胞体操を通り抜けて視細胞外接層の光感受性部分に到達する仕組みになっています三層構造になると感度は低下しますが中心下の部分は神経節細胞と双極細胞が押し倒された形になっており 入射する光が子細胞にに直接入るように設計されていますまた光感受部分が黒い色素上皮層に包まれているのは入力された光が拡散しないように吸収するためです視細胞には寒体と水体の2種類があります。 1>, 1つは光感受部分が棒状になった艦体、ロッド、です。その数は約1億個あります。もう1つは三角形になっている水体です。その数は数百万個です。艦体は光に対する感度が高く、夜間など照明が暗い場合の暗所紙で機能します。水体は光に対する感度は低いですが、高解像度で、明所紙で機能します。 水体には光の波長に対する感度が異なる細胞があり最適な波長の長さは順に L 水体 M 水体 S 水体と呼びますロングミドルショートの頭文字です可視光は波長が長いと赤短いと紫に見えますこれらの細胞で波長に対する応答が違うことを利用して色の処理が行われます 肝体は1種類しかないので暗所視では色覚は生じません。視野の中心にあたる部分は、視細胞以外に他の細胞や血管が存在せずにくぼんでいて、中心化と呼ばれています。中心化では高密度の衰退のみが存在します。 衰退の密度は視野中心から5度以上離れると急激に低下するため同じ刺激サイズであれば視野周辺では色覚が著しく悪くなります視野角の一度は腕を伸ばしてサムズアップした時の親指の幅くらいです視細胞は双極細胞とシナプス結合し さらに双極細胞は網膜神経節細胞とシナプス結合しています。網膜神経節細胞が網膜の情報処理の最後の神経細胞です。その軸索が眼球の外側に出て視神経と名前を変えて中啓角の外側膝状態にシナプス結合します。眼球で視神経の出口である部分は視細胞が存在しないため光に反応しません。 この部分を視神経円盤と言って、ここに対応する視野上の領域を盲点と言います。普段、盲点の存在が意識できないのは、眼球運動は高速で行われ、盲点の情報は周囲の情報で保管されるためです。一点を見て、ある対象を近づけたり離したりすると、盲点の入った情報が消えます。右目を閉じて左目で右のイラスト。 左目を閉じて右目で左のイラストを見てみましょう。盲点が体験できるかと思います。キーワードは外側室状態です。網膜神経節細胞は。 その構造と神経節結合の特徴からミジェット細胞、パラソル細胞、その他に分類されますミジェットの語は小さい人、パラソルは傘という意味ですミジェット細胞は細胞体および受状突起の広がりが小さく、空間分解能は高いですが、時間分解能は低いです パラソル細胞は細胞体および樹状突起の広がりが大きく時間分解能は高いですが空間分解能は低いですこれら2種類が網膜神経節細胞の多くを占めます人を含む霊長類の外側膝状態は6層構造を持ち 腹側の2層の大細胞層マグノセルーラーレイヤはパラソル細胞から、配側の4層の小細胞層パーボセルーラーレイヤはミジェット細胞からの入力を受けます。パラソル細胞はマグノセルーラーから M 型網膜神経節細胞、ミジェット細胞はパーボセルーラーから P 型網膜神経節細胞とも呼ばれます。大細胞層の神経細胞は、 空間分解能が低く時間分解能は高く小細胞層の神経細胞は空間分解能が高く時間分解能が低いという特徴があります他に外側膝状態の下流細胞層コニオセルーラーレイヤーへ投射する神経細胞があり色覚に関与すると考えられています左右の目からの入力は層ごとに分かれて同側の目からは2 3 5層に反対側の目からは146層に投射されます。下流細胞層は1から6層の各層の間に存在します。大細胞経路は網膜のパラソル細胞から始まります。外側室状態の大細胞層は v1 の第 4c アルファ層に投射します。 第 4Cα 層の神経細胞は次いで第 4B 層に投射します。第 4B 層の水体細胞の受容矢は両眼性の性質を持ちます。さらに方位選択性があり運動方向の選択性もあります。しかし色に対しての感受性はありません。この経路に属する神経細胞は瞬間的に反応すること。 比較的大きな受容器を持つことさらに運動方向選択性の神経細胞の割合が最も多いことからこの経路は対象物の動きの分析に関わり運動行動の指針に関わっていると考えられています小細胞ブロップマ領域経路は網膜のミジェット細胞に発し 外側膝状態のコカリュー細胞層に投射します。外側室状態のコカリュー細胞層は V1 の第 4Cβ 層に軸索を送ります。第 4Cβ 層の神経細胞は第2および第3層のブロップとブロップマ領域に投射します。これらの神経細胞は一般的には運動方向と波長に選択性がありません。 両眼性性の需要矢があり、方位選択性を持っています。この経路にある神経細胞は方位選択性のある最小の受容矢を持つことから対象物の詳細な形態の分析に関わっていると考えられていますブロップ経路は ミジェット細胞とパラソル細胞以外の網膜神経節細胞に発し外側膝状態の軽層に投射します外側室状態の軽層細胞は V1 の第2および第3層のブロップに直接投射しますブロップは小細胞と大細胞経路軽層からの入力が修練している部分でもありますブロップにある神経細胞の受容やは 色に対すする感受性があります単眼性であり方位選択性を欠いていますブロップの神経細胞は対象の色の分析に関わっていると考えられています左右の網膜から外側膝状態に投射された視覚情報は位置情報を持ちながら大脳皮質の V1 まで送られます 外側室状態から V1 までの経路は 5mm ほどの外側膝状態から 4cm ほどの V1 まで光が広がるように伸びているため四方線と呼ばれます V1 では中心下から入力される情報を受け取る部分が大きく網膜周辺部からの入力を受け取る部位は小さいです好感度の質の高い情報をより重要に扱うための機構だといえます 外側室状態からは四方線を経由して、後頭用の一 V1 へと投射されます。外側室状態から下側に伸びる四方線は一旦前に出てからくるっと後ろに向かって後頭の一次四角屋につながっています。この領域はマイヤーのループと呼ばれています。V1 のは後頭用内側の長距離口 BA17 の付近に位置します。 虚構は優先皮質などとも言われ皮質表面と平行に走る密な融髄軸索で作られた線状であることを由来に名付けられてもいます外側室状態は V1 のそばからも逆光投射を受けています V1 のは外側膝状態と同様に網膜の位置関係が保存されて投射されます